はい、どうもタクタクです。あけみたん実況プレイやっていきたいと思います。なんか雰囲気がねガラッと変わって、なんかみんなが集まって会議するみたいな状態になっちゃってますけど、どこに行けばいいんだろう。ここ宴会場、あ違う、おイベントが、ただいま。大丈夫だった？うん、特に変わったことはなかったよ。ねえ、あけみちゃんはどこに住んでいるの？村で見かけたことないけど。私はこの村には住んでいない。え、そうなの？なんでこんな何もない村に来たの？今この村を襲っている呪いからあなたたちを助けるためよ。どういうこと？あけみさんはこの村とどういう関係なの？私は昔この村に住んでいたの。私には不思議な力があった。あなたたちを怪物から守ったのもこの力。私はこの力で村を守っていた。でも村人たちは私を追い出した。私に代わって村を支配するために。そんなお話聞いたことないよ。見たところ私たちと同じくらいの年でしょ。私たちが覚えていないわけないもの。ええ、私はあなたたちのことも知っていたわ。でもあなたたちは私を忘れてしまった。一体どういうこと？ん？ユータだけど、ちょっと来てもらえるかい？これから村人たちの会議があるんだ。まだ話したいこともあるけれど、行きましょう。お、めっちゃいるじゃん、村人。ちょっと待って。なんかおかしなやつはいるなとは思ったけど、これは明らかにパンダなんじゃないか。まあこの人はまあいいとして、これ絶対おかしいと思うんだけど、この人もおかしいけどね、こんなモヒカン。まあいいや、ちょっと話を進めよう。これより今後の行動についての会議を始める。知っての通りこの村で今恐ろしい災いが起こっている。外の周りには黒い霧で囲まれ、外に出られない状態だ。まるでこの村だけ別の世界に移されたようだ。このまま行けば村ごと滅びるだろう。なぜこのようなことになってしまったのか、その原因だが、これは王の怒りに違いない。王は怒っておられる。この中で王を怒らせた輩がいるはずだ。おそらく王への供え物を食べたのだろう。王の怒りを鎮めるには犯人を捕まえ、生贄として王の前で殺す。それ以外に方法はない。しかしさすがに人殺しをするというのは、ではどうするというのだ。このまま村人全員が死ぬより一人の死で残りが助かる方が良い。違うか。う、化け物たちがここにやってくるのも時間の問題だ。手段を選ぶ余裕はないぞ。さあ、それぞれ情報を出し合って供え物を食べたものを見つけよう。いや、もう完璧にこの人なんだけどね。エビコちゃん、どうしたの？なんか顔色悪いよ。あ、エビコちゃん。エビコちゃん、今寝かせてきた。急にどうしたんだろう。きっと今回の事件のことで体調を悪くしたんじゃないかな。こんな状況だから仕方ないよ。本当にそれだけかな。え？さっきまで元気だったのに。動かせるけど、もう完全にこの災いを生んだのはこのしもこが食べたからなんだけど、しもこが名乗り出ないところを見ると、これはもうあれなのかな。なんかごまかそうとしてるのかな。それともエビコちゃんも供え物を食べちゃったとか、そういうことか。あ、出られない。で、これどこに行けばいいんですかね。あ、さっきのトイレちょっと行ってみようか。確かここだったな。押すって書いてる。何も起きない。
大丈夫、すぐに回復するわ。あなたも疲れているでしょう。体を休めた方がいいわ。どうやって休めればいいんですか。添い寝させてもらうとか、一緒に寝ようみたいな展開にはなんないな。なんだっけ、ユータだっけ、どこ行っちゃったのかな。この部屋は何よ。どこ行こう。下のどの部屋かが入れるのかな？入れないな。え？これ一体なんじゃ？お？確かになんか、ちょっと待って、なんか無限ループみたいになっちゃったけど、あれ？あれ？あれ？え？ちょっと待って。何かおかしいよ。こっち戻ってみようか。おっと。おっと。ちょっと待って。これは。これは何の罠だ。これどうしよう。どうしようもないな。携帯電話圏外になっている。やばい。もう戻れないじゃん、こんな。どうしよう。しょうがない。進んでみようか、ずっと。でも、このまま進んでもなんか何も起きなさそうな気がするけど。どこまで行っても同じ。どういうことなの？何？誰？逃げれないよ。かわいい声だったな。誰なの？私をこれ以上怒らせないで。え？あんた誰？あなたは？あなたは死んだんじゃ。どうしてあの女と一緒にいるの？ちょっと待てよ。また出てきちゃったよ。え？アケミよ、言ったのに。あの女は化け物。あなたの敵よ。違う。アケミちゃんはそんな人じゃないよ。アケミちゃんは私を助けてくれた。私はアケミちゃんから逃げたのに、それでも私を探してくれた。アケミちゃんは化け物じゃないよ。化け物はあなたでしょ。なんでそんなこと言うの。殺すよ。なに。おお、犬。アケミは敵。アケミに味方するならこの子たちに食べられちゃうよ。殺されちゃうよ。どうする。早く私にひれ伏せ。やってみなさいよ。私は死なない。アケミちゃんが助けてくれるから。この女を食い殺せ。アケミちゃん助けて。アケミちゃん、彼女に触れることは私が許さない。消えなさい。アケミちゃん、よかったわ。さあ戻りましょう。エビコが目を覚ましたわ。エビコちゃんが。おお、戻ってきた。
何だったんだ。あの女はあれが王と言われるやつかな。エビコちゃん大丈夫？うん、もう大丈夫。なんか変だよ。え？ねえ、あの会議の時何があったの？エビコちゃん何か隠してる？私は別に。大丈夫エビコ。え？全部分かってるわ。でも大丈夫。ここにあなたの敵はいないから。だから話していいのよ。ごめんなさい。私なの。私がお供え物を食べたの。でもこんなことになるなんて思ってなくて。ごめんなさい。許して。シモコも食ったけど。一つ食べてもバレないよね。いや、やっぱりまずいかな。やめとこう。あ、やめたんだ。やめてたのね。お腹が空いてたのかな。それで私食べたの。でもまさかこんなことになるなんて。私のせいで村がおかしくなっちゃった。シモコやみんなを危険な目に遭わせちゃった。ごめんなさい。全部私のせいなの。ごめんなさい。許して。エビコちゃん。でも私死にたくないよ。殺されたくないよ。エビコちゃん、私誰にも言わないから。エビコちゃんが死ぬのは私も嫌だし、私怒ってないから大丈夫だよ。安心して。シモコ、アケミちゃん黙っててくれるよね。言ったでしょ、ここにあなたの敵はいないと。大丈夫、彼女が犠牲になる必要はないわ。え？あなたたちは私が必ず助ける。そのために私は来たのだから。助けるって何が方法があるの？今夜この村は解放されるわ。どういうこと？私は今、うん？私は今夜死ぬ。なんで？え？あけみさん、まさ、あなたまさか私の代わりに生贄になると、なろうとしてるの？そんなのダメだよ、死ぬなんて。私は最初からそのつもりだった。嫌だよ、あけみちゃんが死ぬなんて。せっかく知り合えたのに。安心して、私は死ぬけどすぐにまた会える。どうしてそこまでするの？ここの村人は私にとって大切な人たちだから。昔は良かった。でもあの女が全てを壊してしまった。あの女って？白髪のあの子。そう、彼女は私の家の家政婦だった。家政婦。私は彼女に自分の力を分け与えていた。でも彼女はその力で村を支配しようとしたの。村人たちを騙して私を追い出させた。そして彼女は村人の記憶から私を消した。今はもう村人のここに私はいない。でも私は今でもこの村が好きだから。私はこの村に自分を捧げる。あけみさん、お願い、死んだりしないで。本当に死ぬべきなのは私なのに。そんな嫌だよ。これが私がやらなければいけないことなの。ありがとう。あなたたちは私を大切にしてくれた。あなたたちは私の親友よ。昔も私たちは本当に仲良しだった。あなたたちは忘れてしまったけど。どうした？犯人は見つかりましたか？いや、犯人の特定は難しそうだ。僕にいい考えがあります。何？先ほど救出されたアケミという女性をご存知ですか？救助されたか。いや、誰のことだ。下田家の娘と一緒にいた赤い髪の女性です。ああ、彼女か。
個人的に調査しましたが、彼女はこの村の住人ではありません。何？彼女を生贄にしたらどうでしょう。村人を生贄にしてしまうと、その親族が恨みを持って明るみに、うん？電話？バラすかもしれません。明美ならこの村に親族がいません。確かに、それならば安全だ。しかし彼女を殺す理由はどうすれば？彼女が供え物を食べたことにすればいいのです。証拠は捏造すればいい。村人たちは一刻も早く解放されたいはずです。反対はしないでしょう。うむ、それがいいだろう。お前たち早速行動に移ってくれ。なんてこった。あけみちゃん、あけみちゃん泣いてるの？とても悲しいの。みんな、しばらくの間私の傍らにいて。うん、いいよ。行かないと。え？な、何？犯人が分かった。え？明美くん、君が犯人だ。え？何人かの村人が君が供え物を食べているのを見たと言っている。そんなわけないよ。明美さんは何も悪くないわ。もう決まったことだ。明美くんを生贄にする。ダメ、やめて。お願い、明美さんは違うの。君たちは黙っていなさい。好きなようにすればいいわ。明美ちゃん、邪魔をしないで。こうなることは分かっていた。だから私はここに来たの。明美ちゃん、私は逃げない。連れて行きたいなら連れて行けばいい。彼女を捕らえろ。あけみちゃん。これよりこの少女を生贄として王に捧げる。王の怒りが消えるように徹底的に痛めつけろ。え？なんで痛めつける必要がある？やれ！あけみちゃん、お願いやめて。これは村長が決めたことだ。彼女は諦めろ。あけみさんは何もしないのに。本当だから、いい加減にしろ。あけみちゃん、あけみちゃん嫌だよ。死んじゃ嫌だ。パパ、ママ、まだ息があるぞ。とどめを刺すんだ。おーい、村から怪物が消えてる。村の外への道も通れるようになってる。やった、助かったぞ。俺たちは助かったんだ。あけみちゃん、ごめんね。私たちのためにこんな。おお、終わった。え、これでエンディング？なんか腑に落ちないな。
はい、これでエンディングのようなんですけど、ちょっとなんかなんだろう、なんか腑に落ちない点がいくつもある。アケミは結局はいいやつだったってことだよね。で、あの白い髪の家政婦はどうなったんだろうなと。なんかちょっといまいちこれで終わりなのかっていうのはちょっと納得がいかないんですが、これでアケミターンエンドになったな。ああ終わりですね。はい、というわけでちょっとエンディングがなんか納得のいかない感じだったけど、アケミターン実況プレイはこれで終わりたいと思います。はい、もしかしたら真のエンディングみたいのがまたあるかもしれないので、まあそれがちょっとねまた分かったら目指してやっていきたいと思います。というわけで今回でとりあえずは終了ということで、はい、いやーなんかあれですね、驚かせるところが結構あって、ほんと鳥肌が立ちっぱなしでしたけど、はい。まあこの人の作品は結構毎回怖いんですけど、今回は特に怖かったです。はい。というわけで、アケミタン実況プレイ、これで終わりたいと思います。ではまた次回、お会いしましょう。では、また。タクタクでした。はい、どうも、タクタクです。アケミタン実況プレイを、やっていきたいと思います。アケミちゃん。